ディフェンドゥーとは、ウィリアム・イフェアバーンが編み出した格闘術である。ウィリアム・イフェアバーンが指導した格闘術は、時期によって内容が異なるが、ディフェンドゥーは、フェアバーンの初期の技法を体系化したものである。相手の顎を手のひらで打ち上げながら、指で目をつくチンジャブなど、単純だが、効果的な技を用いる。後にフェアバーンは、軍、諜報機関向けにより殺傷に適した。 サイレントキリングを編み出した。ディフェンドゥー、サイレントキリングともに、第二次世界大戦で連合国各国軍に採用されて、高評価を得たため、フェアバーンシステムは、WW にスタイルクローズクォーターコミューバティブスとも呼ばれる。西側諸国だけでなく、東側諸国も含めた現代軍用格闘術の源流である。また、 スワットをはじめとする警察特殊部隊の格闘術の源流でもある。都市格闘術だけではなく、ナイフ格闘術や棍棒格闘術も含まれる。フェアバーンは自身の格闘術を市街地戦や屋内戦での拳銃射撃を中心とする戦術の一部と位置づけている。イギリス海兵隊員だったフェアバーンは上海共同疎開工部局刑務どころに、 勤務するために1907年上海共同疎開に渡る。上海滞在中、天皇に日本武術を指導したと称する岡田なる日本人から、正幸新透流柔術を学んだ。フェアバーンは、柔術修行の一環のとして、行動管柔道も学び、二段位を受けた。また、1907年には、中国皇太后の護衛隊にも訓練指導していた、在鎮丼から栄春。 拳も学んだ。さらに、市街地戦や屋内戦に適した射撃術も編み出し、上海市警察内にスワットの原型とも言える内容の部隊を編成した。1940年に部下で格闘術の弟子でもあったエリック・サイクスを連れて、イギリス本土に戻り、陸軍隊員となり、サイクスと共に特殊部隊、情報機関、軍の一般部隊などで、 格闘術を含む近接戦闘戦術を指導した。その間により実践的なサイレントキリングを編み出した。上海市警察時代にフェアバーンからディフェンドゥを学んだダーモット・エム・オニールはアメリカに渡りディフェンドゥに独自の改良を加えたオニールシステムを現在のグリーンベレーの源流である第一特殊任務部隊で指導した。1942年に アメリカ合衆国の諜報機関を OSS の教官として招聘され、OSS で指導する。この時期に、フェアバーンの代表的な弟子で、後に近接戦闘の世界的権威となった、レックス・アップルゲートを指導した。現在でも、各国の軍隊では、フェアバーンシステムに他の格闘技や武術の技を加えるなどの改良をした内容のものを、軍用格闘術として採用していることが多い。 充実の当て身の影響から、パンチはほとんど使わず手刀や手の平底を多用する内容となっている。また、逆、投げ、絞り、連行法、補助術を充実から取り入れており、岡田から学んだ技術がディフェンドゥーの根幹となっている。ありがとうございます。